日本を小ナンバーアンダーラインアイコロンノー・オー・リング部で世界への挑戦が始まる。ノー・オー・リング部で描く未来と過去の融合。音楽の世界は常に変化し続け、その中で新しいアーティストが次々と登場しては、独自の物語を紡いでいきます。その一例がナンバーアンダーラインアイです。このグループは、平野翔、神宮寺雄太。 キシユタという3人の才能あるアーティストから成り立っています。彼らは2023年5月27日に初めてのミニアルバム n o o ー i n g をリリースし、その中で自分たちの過去、現在、そして未来を表現しています。この記事では、彼らのアルバム制作の背景や各曲の詳細について探りながら、彼らの音楽の旅路を一緒に歩んでみましょう。まず、 ーオーリングというタイトルには深い意味が込められています。ーは、ナンバーの略であり、オーは、リング、はを意味します。また、オーは数字のゼロをも表し、これはフルアルバムではない、0枚目の作品としての位置づけを示しています。このアルバムは彼らの出発点であり、ファンとの絆を深めていくための重要な一歩です。ジャケットデザインには枯山水をモチーフにしたもので、 日本文化へのこだわりが強く感じられます。これは彼らがただ世界に向かうのではなく、日本を背負って世界に挑戦するという決意を表しています。長い間夢見ていた目標に向かって、新たなスタートを切った彼らの姿勢がここに凝縮されています。アルバムには全8曲が収録されており、そのうちの7曲は各音楽配信サービスでも聴くことができます。まず、 リード曲、ボンについて見ていきましょう。この曲は平野がプロデュースし、彼自身が、盆栽を自分たちに見立てて制作しました。歌詞には、風林火山や、神座といった日本の伝統的な要素が盛り込まれ、お囃子や夜な抜き音階のメロディーなど、和のテイストが随所に散りばめられています。この曲は、彼らの個性あふれるボーカルと激しい展開が特徴で、 ジャンルや規制概念にとらわれない斬新な作品となっています。日本を背負って世界に行くというテーマのもと、自分たちにしかできない作品を作り上げるという強い意志が感じられます。間違いなく、この曲はグループとしての新たな境地を切り開いたと言えるでしょう。続いて、騎士がプロデュースした OK コンプレックスノーイエスバナナテイクイットレイジーの3曲についてです。 OK コンプレックスは特に印象的で3人の声色の多様性に驚かされます。この曲は日本語で劣等感や複雑を意味するコンプレックスをテーマに見せたい自分と隠したい自分との葛藤を歌っています。ジャージークラブのリズムに乗せて3人の低音ボイスが心の内側にある感情を爆発させるように自然と気分を高めてくれます。また、 No Yes は疾走感あふれるマイクリレーが特徴で、昔の叶わなかった恋愛を思い返すようなノスタルジックな楽曲です。バナナテイク Take It ーは a y は、英氏が多く取り入れられており、日本語とシームレスに行き来するスタイルが魅力的です。シンプルな構成で、リラックスして聴くことができる一曲となっています。神宮寺がプロデュースしたスクエアアンダーラインワン1と夢の続き、 そして通常版 CD のみに収録されているボーナストラック、花びらが舞う日に、も見逃せません。スクエアアンダーライン1ンはラッパー、トラックメーカーのパンピーが作詞、作曲、編曲を手掛けており、聴き心地の良いリズムと強いメッセージが特徴です。歌詞には、てっぺんはキリがないから、Be You r e On Top, 君のトップ連れてくよ、といった力強い言葉が綴られており、 過去のメンバーの発言やエピソードが盛り込まれた遊び心も感じられます。夢の続きは過去の苦い思い出を振り返りながらも前に進むことの大切さを歌っており、ストレートなサビの歌詞が胸に響きます。ナンバーアンダーライン愛として0から1でと進んでいく彼らの今後を期待させるような一曲です。このように、ノーオーリングは彼らの過去と未来をつなぐ重要な作品となっています。 三人の個性と才能が詰まったこのアルバムは、ファンにとっても新たな発見と感動をもたらすことでしょう。彼らの音楽の旅路はまだ始まったばかりであり、これからもその成長と進化を見守り続けたいと思います。また、このアルバムの制作においては、彼ら自身が積極的に関与している点も注目すべきです。自らの手でプロデュースを手掛けることで、 彼らの思いやメッセージがよりダイレクトに伝わる作品となっています。このアプローチはアーティストとしての彼らの成長を感じさせるものであり、ファンにとっても非常に喜ばしいことです。彼らの音楽に対する真摯な姿勢が多くの人々に感動を与えることでしょう。さらに、アルバムのリリースに際して行われたプロモーション活動やライブパフォーマンスも見逃せません。彼らは様々なメディアに出演し、 アルバムの魅力を伝えるために努力しています。また、ライブではアルバム収録曲を中心に披露し、その場でしか味わえない迫力と感動を提供しています。ファンとの直接的な交流を大切にする彼らの姿勢が、多くの人々に支持されている理由の一つでしょう。最後に、ノー・オー・リングが彼らにとってどのような意味を持つのかを考えてみたいと思います。このアルバムは、 単なる音楽作品にとどまらず、彼らの人生やキャリアの新たなショーの始まりを象徴しています。過去の経験や思いを糧に、未来に向かって歩み続ける彼らの姿勢は、多くの人々に勇気と希望を与えることでしょう。これからも彼らの活動に注目し、応援していきたいと思います。彼らの音楽がどのように進化し、どのような物語を紡いでいくのか、非常に楽しみです。 今後の彼らの活動に期待を寄せつつ、ノー・オー・リングが持つ深い意味やメッセージを再確認しながら、再びアルバムを聴いてみてはいかがでしょうか。彼らの音楽に触れることで、新たな発見や感動がきっと待っていることでしょう。音楽の世界は常に変化し続け、その中で新しいアーティストが次々と登場しては、独自の物語を紡いでいきます。その一例が、ナンバー・アンダーライン・アイです。 このグループは、平野翔、神宮寺ゆ太、岸優太という3人の才能あるアーティストから成り立っています。彼らは2023年5月27日に初めてのミニアルバム、ノ、no. ー・オー・リングをリリースし、その中で自分たちの過去、現在、そして未来を表現しています。この記事では、彼らのアルバム制作の背景や各曲の詳細について探りながら、彼らの音楽の旅路を一緒に歩んでみましょう。 まず、ーオーリングというタイトルには深い意味が込められています。ー、no、はナンバーの略であり、オ、oh、ーはリングはを意味します。また、オ、oh、ーは数字のゼロをも表し、これはフルアルバムではない0枚目の作品としての位置づけを示しています。このアルバムは彼らの出発点であり、ファンとの絆を深めていくための重要な一歩です。 ジャケットデザインには枯山水をモチーフにしたもので、日本文化へのこだわりが強く感じられます。これは彼らがただ世界に向かうのではなく、日本を背負って世界に挑戦するという決意を表しています。長い間夢見ていた目標に向かって、新たなスタートを切った彼らの姿勢が、ここに凝縮されています。アルバムには全8曲が収録されており、そのうちの7曲は各音楽配信サービスでも聴くことができます。 まず、リード曲、ボンについて見ていきましょう。この曲は平野がプロデュースし、彼自身が、盆栽を自分たちに見立てて制作しました。歌詞には、風林火山や、神座といった日本の伝統的な要素が盛り込まれ、お囃子や夜な抜き音階のメロディーなど、和のテイストが随所に散りばめられています。この曲は、彼らの個性あふれるボーカルと激しい展開が特徴で、 ジャンルや規制概念にとらわれない斬新な作品となっています。日本を背負って世界に行くというテーマのもと、自分たちにしかできない作品を作り上げるという強い意志が感じられます。間違いなく、この曲はグループとしての新たな境地を切り開いたと言えるでしょう。